from 中竹は、東京都立川市にあるデパート。地上7階地下1階建て。JR 立川駅北口より徒歩2分。1962年5月に中竹デパートとしてオープン。1984年6月、全面リニューアルに伴い、from 中竹に名称を変更した。レディースファッションから輸入雑貨、占いコーナー、ホビーショップなど多種多様でマニアックな約60のテナントを抱えた。また、歯科医院や理容室、ゲームコーナーや特設会場など複合商業施設の性格も持ち合わせた。耐震工事を実施するため2015年4月30日で全館閉店。約1年後の2016年5月26日に店舗を入れ替えリニューアルオープンした。再開後の店舗数は30弱で、1階に飲食店を多く配置している。3階にはイベント用スペースがあり、古本即売会などが開かれる。不定期に変更されるデパート正面にある看板のキャッチコピーが名物になっている。一部は掛け言葉になっている。店頭のキャッチコピー2010年から2011年にかけて屋上でももいろクローバー Z がライブを行っている。ここでの活動が、後の国立競技場ライブ実現につながる原点となった。メンバーが DVD で見た嵐の国立競技場ライブに感銘を受けたことで、より多くの人前で歌を届けることに憧れを抱き、from 中竹の屋上でライブを開催する際には、国立競技場をイメージした舞台を設営していた。このfrom 中竹での屋上ライブは何度か行われ、所在地の立川と国立競技場をかけてメンバーが国立側と愛称をつけ、ファンの間でもその名称で親しまれていた。2014年に女性グループでは初となる国立競技場ライブが実現すると、そのオープニングにはfrom 中竹でメンバーを撮影した動画も使用された。また、ライブ中の花道の移動では5人が巨大なリヤカーに乗って動く演出がなされたが、これはかつての国立側で大規模ライブでのトロッコに見立てたリヤカーを用いてメンバーが運ばれた演出を回顧させるものであった。また、国立競技場ライブの前後には普段は閉鎖しているfrom中竹屋上を期間限定で一般公開。訪れたファンに屋上壁面に描かれたメンバーによるサインを公開し、またその周囲へメッセージを寄せ書きしてもらう企画を行った。from 中竹、5月26日全面改装から消えたサブカルの聖地。都市商業研究所、新店舗レポート。2017年7月31日閲覧。from 中竹一時閉店のお知らせ。中竹ビルディング株式会社。2015年7月30日閲覧。from 中竹全館改装閉店セール第1弾、なんちゃってです。佐々木彩香オフィシャルブログ。2013年1月20日閲覧。ありがとうございます。